カルロ3世は、アンジュー家出身のナポリ王及び、ハンガリー王、ナポリ王、ロベルトの末裔、ドゥラッツォ公、ジョバンニの孫で、ナポリ王カルロ2世の彦にあたる。父グラビーナ伯ルイージは、ジョバンニの次男であり、元来カルロは、アンジュー家のうちでも、冒険の生まれである。1369年にマルゲリータ・ディ・ドゥラッツォと結婚したが、マルゲリータは、同族の従妹であるだけでなく、ナポリ女王ジョバンナ一世の姪でもあった。マルゲリータの母マリア・デ・カラブリアがジョバンナの妹だったのである。同族のまたいとこにあたるハンガリー及び、ポーランドの王ラヨシュ一世は、ナポリ王位を狙って、ジョバンナ一世と敵対していた。カルロは、ラヨシュ一世の命を受け、1382年に、ジョバンナ一世を殺害し、自らがナポリ王カルロ3世となった。ジョバンナ1世の養子ルイ1世、ダンジューとの抗争も発生したが、1384年にルイ1世が死去、抗争は収まった。同年にラヨシュ1世が男子の継承者を持たずに死去した。ラヨシュ1世の長女、マーリアとその夫、ジギスムントが王位を継承することになっていたが、その即位に対してハンガリー国内では反対派も多く、1385年にカルロ3世は反対派から迎えられ、ハンガリー王カーロイ2世として即位した。しかし、翌1386年、カルロ3世はマーリアの母親エリザベタ・コトロマニッチによって暗殺され、マーリアとジギスムントが王位に復帰した。1378年に、教会大分裂が発生しており、カルロ3世はローマ教皇ウルバヌス6世からナポリ王位を承認されたが、アビニョンの対立教皇クレメンス7世はルイ1世をナポリ王とした。この対立はカルロ3世の暗殺後もを引き、ルイ1世とカルロ3世それぞれの子、ルイ2世、ダンジューとラディズラオはアビニョン派、ローマ派に分かれて王位争奪戦を繰り広げていった。非マルゲリータとの間には一男二女が生まれた。ありがとうございます。